ふわふわ。あ、これだけで食べてみよう、ちょっと。いただきます。うん。うん、じゃがいもと生クリームって感じ。冷たい、ちょっと。鍋牛丼は、グツグツしてないやつみたいな。ジンジャーエール、これすごく美味しくて、だし巻き卵です。すごいこのだしがなんかトロトロして美味しそう、プルプル、うん、うん、すごい美味しい、うん、甘くないね、あんまり、うん、だしが美味しい、 あんま辛くない、 あすごい、うん、すごいなんかまろやかで美味しい。牛の味がすごいした、牛の、うん、牛、なんかの牛すじみたいな、そうそうそう、牛すじみたいな。よくさ、そんなダウン着てさ食べれるね、ネックを回して。え、うん、美味しい。今日こっちゃん、コアラに似てるって言われました。コアラちゃんです。コアラ似てるかな。うん、美味しいね、これ肉が最後まで入ってるよ、ね、辛すぎない、うん、美味しい、ね、うん、バナナパフェです。いただきます。はい、うん、もじもじだね、もじもじくん、もじもじちゃん、ピスタチオのアイスだって、どうやって食べようって感じだね。すごい美味しそうなの。でちょっとまたアイス戻すか、ね、バナナパフェ、バナナクリームみたいな、かな、うん、あとブラウニーは後でもらいます。どこにあるのブラウニーって。下、黄色いやつ。うん、美味しい。美味しいね。クリームがバナナの味する。うん、すごい、何これ。ふわふわムース？うん、ムースかしら。ナナ、うん。ゼリーだよ。え、ゼリー、うん、嘘、うん、どこが、知らん、じゃブラウニーでしょ。何ブラウニー。チョコレートのケーキみたいなやつ。ゼリー、何ブラウニーって書いてあるの。バナナがキャラメリゼしてあるやつがすごいサクサク美味しい。あ、これかブラウニー。あった、普通のバナナパフェと全然違う。なんか本当にどっかの、なんだろう、おいしいパティシエが作ったピスタチオのアイス、おいしい、うん、クッキーみたいな感じ、それ、うん、あるじゃん、丸まった、このピスタチオのアイスすごい美味しい。これ本当に美味しかったです。食べた方がいいかも。他ではなんか食べられない味っていうか、ね、食べたことないこの組み合わせというか、うん、これは本当に美味しかった。